今回は下腹ぽっこりが気になる方におすすめな、腹筋よりもより効果的にお腹をへこませることができるフロッグアップを紹介していきます。今回の腹筋メニューは20秒3種目です。この3つ続けて行うことによってより効果的にお腹をへこませることができます。いつもお腹をへこませるんだ、頑張るぞ。普通の腹筋メニューやプランクやっていてもなかなかへこまないんです。今回の動画を最後まで見ることで、お腹をへこませやすい腹筋メニューとは何なのか、お腹をへこませるポイントは何なのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、カエル足で行う腹筋メニューとして3つ紹介させてもらいます。カエル足で腹筋をするメリットとしては、お尻を締める状態を作れますので、お腹にすぐ力が入りやすいです。そして基本的に腹筋メニューというのは上体を起こすんですが、足にも力が入ってるんです。お腹の力が弱い人ほど足に力が入ってしまいます。例えば一生懸命起き上がろうとした時に足が浮くことってありますよね。起き上がる際にどうしても足が動いてしまう。かといって足をどこかに引っ掛けて行っても、足の力で体を起こしてしまうようになってしまうんで、あまり腹筋に効果的ではないんです。そこでカエル足にした状態で体を動かすことによって、しっかりお腹に効かすことができて、息をしっかり吐く意識をするとお腹をへこませる腹横筋を使えますので、お腹をへこませる力が身につくとお腹が出にくくなってきます。一緒に頑張ってみましょう。そこでもう一つ、腹筋を行う際に首や腰がどうしても痛くなってしまう。それは体を起こす際に頭を支えている首に少し力がかかります。体を起こす際に腰を丸めますので、腰が硬い場合違和感を感じて痛いと思ったりします。この首と腰、これをまず軽く動かしましょう。そこから腹筋をすることによってしっかり効かすことができます。それでは行きましょう。はい、まずは楽に座った状態でしっかり上を向く、しっかり下を向くっていうことを繰り返してください。これをまず20秒です。いきましょう、スタート。首の筋肉を動かすことで腹筋の際の首の痛みが軽減されます。回したりもしてみてください。はい、 OK です。今度は軽く腰を丸めて腹筋しやすい腰の柔軟性を身につけます。カエル足の状態で手をついて腰を丸める、こういう感じで繰り返します。いきましょう、スタート。お腹に力を入れる際に腰を丸めるので、まずは腹筋よりも負荷の軽い状態で腰を丸めるということが痛み軽減につながります。はい、 OK です。それでは3種目20秒ずつ行っていきましょう。通常シットアップは足を閉じてまっすぐです。これは起きる際に足に力が入るので、これから足をパタッと開いてください。足の裏はつけなくてもつけてもどっちでもいいです。軽く力を抜いて開いてください。もし股関節痛いよって方は、膝の下に何か物を置いてもらって膝を開いてください。ここから手を前に伸ばして体を起こす。この時に腰が反れないように腰をしっかりつけたままで体を動かしてください。一回ずつ息を吐きます。ふーふーという感じです。息が止まると腹直筋だけに入ってしまうので、しっかり息を吐いて腹横筋を半分ぐらい使う意識です。いきましょう、スタート。結構息吐くの弱い人多いので、とにかくすごい向こうまで吐いてください。はい、 OK です。息吐く力が腹横筋の力です。ふーっとゆっくりではダメです。とにかく
風船を割るぐらいのイメージで息を吐いてください。今度は上体を起こして腰つけて足を少し持ち上げてこのままキープです。これも息をしっかり吐くんですが、今度は長くゆっくり吐いてください。10秒ぐらい吐き続けるイメージです。お腹はどんどんへこまします。それでは行きましょう。スタート。ふーんと吐き続けます。なくなったら吸って、ふーん吐き続けます。お腹をどんどんへこませながら腰をつけていきます。よーし、 OK。 最後は下腹を使います。この下腹使うやり方がとっても難しいので、今回めちゃくちゃ簡単なメニューにしてます。レッグレイズとかは足を下ろした瞬間に体が持ってかれたり、足を下ろすと腰が反れたりします。今回は足変える足でこのまま足をゆっくり上げ下げします。体を起こしたままです。腰が反れないようにです。もしきついよって方は片足ずつ入れ替える感じにすると少し楽です。できる方は上体を起こしたまま両足をゆっくり動かします。これも息を吐いてください。それでは行きましょう。スタート。ゆっくりゆっくり足を動かします。おへそを自分の顔に向けるイメージ。あー、きつい。かー、きついぞこれは。頑張って。よし、オッケー。だー、かー。お疲れ様でした。今の3種目がとってもおすすめです。足をカエル足にすることによって足の力が入りにくくなるので、お腹の奥にしっかり効かすことができる。そしてお尻が締めやすい状態が作れて、腰を床につける状態ができるので、お腹に力が入りやすくなります。お腹をしっかりへこませたい人はできるだけ瞬発的に腹筋を行わない、息を止めない、この2つがポイントです。男性はお腹をしっかり鍛えて腹直筋を大きくさせて溝を深くしたい、そういったことで腹筋をしっかり頑張っている人も多いんですが、女性は別に腹直筋が大きくならなくていいので、とにかくお腹をへこませる腹筋運動をしなければいけません。それは息を止めない、しっかり吐く、瞬発的に動かずゆっくり動くというのがポイントになります。これをしっかり踏まえた上で今回の動画を見ながら何度もやってみてください。今回のメニューは反り腰の改善、結果的に足痩せができる、食後に出やすいお腹、そういったことが改善されるメニューが合わさってますので、日常的なエクササイズにプラスしてもらってやってみてください。頑張ってやってみた方、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。